中産の野菜がこれもわけぎ、それから小松菜が椎茸がその頃三大野菜で、小松菜を自分はやろうかなと思って、で今に至っているような形ですかね。戸塚さんの小松菜を店に並べたいという人もいて、ありがたいかな。給食とかやるとふるさとが府中になる可能性もあるじゃないですか。次の代にも変わってまた戸塚さんの小松菜食べてるとなると、まあ、そういうのが一気に感じて小松菜作ってます。あ、きっかけは僕が、まあ就農したのが20代前半の頃なんですけど、就農したタイミングで椎茸やってみないかっていうことで始めて、こだわりのある椎茸を作っていってるっていう感じにはなってます。売りに行くのは府中の市内スーパーとか農協だったり郷土の森の物産館だったりとか、市外だと調布とか小金井、立川、吉祥寺、まあ武蔵野ですかとかに持ってってますね。やっぱりどうやったら自分たちがご飯をちゃんと食べていけるか、そのノウハウをちゃんと作り出さないと後の人たちも困っちゃうよねっていうことだと思うので、ちゃんと自分たちでノウハウを作って、まあ、消費者の方々とか、まあ、それに間入ってくれる人たちとうまく連携していいものを作って生活していくっていう部分がしっかりと根付いたことをやれば自然とつながっていくとは思うんですけど、月何回かイベントがある時には必ず、美味しいのですぐなくなっちゃうんですよ本当に。外れがあまりないんですよね、新鮮だから。居酒屋やってるんですよ。でできるだけ府中のものを使ってますね。やっぱり地元が元気にならなくてダメでしょ。いいの作ってますよ府中の農家さん、美味しいですよ。お客さんよく頼んでくれる。直接こう売れてるのってなかなか見れる機会がないんで、やっぱこういうふうにお店に出てこう見るのは面白いと思いますね。こう時期のものがたくさんあるので皆さん来ていただいてる感じがありますね。持ってる？持ってる。本当？お父さんとお母さんの言うこと聞いてるのか。見てもらった。こういった、なんだろう、体験が結構いろいろなところであって身近だと思います。いいと思います。いいよ、これ。それだ。地元での販売所っていうんですか、ちっちゃいところで買うんですけど安いですし、ちょっと曲がってても全然いいので、あの地元のものをもうちょっと食べたいなとは思います。府中の土地っていうのはどんどん宅地化といいまして、まあ、マンションだったり家になったり変わっていっている実情があります。そんな中でも府中の野菜だったりっていうところを守っていこうっていう農家さんたちがいらっしゃいます。我々はそういった農家さんのサポートを少しでもしていければなというふうに日々考えて過ごしております。府中農業の特徴といったところでは、少ない面積の中でどうやって利益を上げていくのか、すごくいい野菜を作るっていうのが一つポイントになってきています。いいものを、皆さんの食卓に提供できるようにっていうところで農家さんたちが日々頑張っています。地域には直売所っていうものが多く存在しています。その日朝採れの野菜は新鮮で美味しくって、そこら辺を皆さん感じ取ってくださっているようで、ファンが多くついています。ぜひ皆さんも一度食べてみてください。